国鉄12系客車ユーロライナー専用機関車 e f 6 5五0 5牽員ユーロライナーユーロライナーは日本国有鉄道が1985年に改造製作し1987年4月の国鉄分割未明化後は東海旅客鉄道が2005年まで保有していた欧風客車でジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である 東京南鉄道管理局のサロンエクスプレス東京大阪鉄道管理局のサロンカー何話に,に続く国鉄3本目の欧風客車として名古屋鉄道管理局向けとして12系客車を改造して製作された。1984年12月から名古屋工場で改造に着手し翌年8月に完成した。 ジョイフルトレインでは初めて客車と同じカラーリングにした専用の牽引機関車が用意され以降各地のジョイフルトレインでも専用機を用意する編成が登場するようになった相性のユーロライナーは名古屋鉄道管理局の公募による改造費は総額2億5000万円シンプルで透明感開放感のあるデザインを基本としており車体塗装は ライトブルーイッシュグレー地にウルトラマリーンの帯を、車体側面上部、そうか、裾の、計4本配している。展望車には、矢と盾をイメージした、ユーロライナーのロゴを入れている。登場当時は展望車側面の展望窓と、客室窓の間に、特急系電車と同様のステンレス切り抜きの、ジュニアマークを掲出していた。 その後分割民営家事に撤去され、代わりに白抜きの JR マークが展望車倉下の太い帯の中に追加された。編成は以下の7両で構成される。うちは9番号。定員はカフェラウンジ車を除き、各車両とも30人。全員車両ともグリーン車扱いとなる。展望車とカフェラウンジ車はトイレ、洗面所を撤去しているため。 個室車はトイレ、洗面所を外側に向け背中合わせに連結されている。6人部屋と4人部屋を交互に3室ずつ設けており、どの個室内も靴を脱いで上がるカーペット式の構造となっている。透明感、開放感を強調するため、改造前に比べ屋根高さを上げて、天井を高くし、屋根部には天窓を設け、側面窓も、 上下 1010mm 左右 1310mm に拡大され固定窓となっている。6人部屋は側面に窓、天窓を2枚ずつ割り付けた前後幅 3120mm 横幅 2020mm の応接管スタイルの部屋となっており座席はクッションを置いた向かい合わせのソファシートとしている。4人部屋は側面に窓、 天窓を1枚ずつ割り付けた前後幅 2150mm、横幅 2020mm の部屋となっており、座席は肘掛けのついたリクライニングシートとしている。各部屋ごとにビデオモニター、オーディオ機器、冷暖房制御盤を設置している。カーステレオタイプのカセットデッキが各個室にあるのが特徴で、国鉄、JR を通じ個別に、 ソフトを持ち込んで流せる唯一の車両である。天窓を設置したため荷物棚は省略し、座席の下に荷物収納箱を、天井部に小物入れを設けている。また各部屋とも部屋上部に折りたたみ式の簡易寝台と着脱式のはしごを設置しており、4人室は座席部分と簡易寝台に、6人室では残り2名がカーペット式の床で寝る構造となっている。 このほか、冬場のスキー臨時列車でも使用するため、速廊下の個室仕切り壁をくぼませたスキー入れを設置している。本社では、種車の車体はほとんどもチーズ、大枠から上の車体を心臓している。そのため、車体断面は14系寝台車などと同等の車両限界をいっぱいに使った大型断面となっている。外観上では、側面窓が 固定窓となり、出入り口が側面一箇所のみとなっているほか、屋根高さが拡大されたため、冷房装置は従来の分散式冷房装置を用いず、屋根両端部に、寝台車用の順位集中方式 AU76 系冷房装置を設置した。暖房装置は、従来の電気暖房に代わり温風暖房としている。展望車展望車は、 従来のスハフ 12K の乗務員室側連結面を内側に向け、従来の連結面側の端部を切り落として展望室部分を接合。サロンカー何和と同様に元のドア部分に配電板を移設している。展望室は前面、側面とも下部に至るまで大部分がガラス張りとなっており、室内には大きめの可動式スツールが置かれている。 展望室以外の部分は一方に一人掛け、他方に二人掛け座席を配した横三列配置のリクライニングシートが互い違いに配置されている。このリクライニングシートもサロンカーな庭と同様に前後の向きを変えるだけでなく45度ごとに固定することが可能となっている。展望車では原型とは異なるが窓状に荷物棚を設置している。ほか天井には ビデオモニターを設置しており、窓は固定窓となっている。天井高さは従来のままで、冷房装置も従来の AU13、型分散式冷房装置をそのまま使用している。連結面側を切断したためトイレ、洗面所はなくなり、出入り口も側面に一箇所のみとなっている。暖房も従来通り電気暖房としているが、展望室部分には、 温プ暖房を新設している。カフェラウンジ社内部、カフェラウンジ社は、乗客全員が自由に利用できる、営業店員外のスペースで、テーブルと椅子を窓側に向けて並べたビュッフェとし、一旦に調理作業用のカウンターを置き、他の一旦は、CD 方式のカラオケステージを備えた、ミニホールとしている。達者同様で入り口は、側面一箇所のみとし、別に外部から、 カウンター内に出入りするための業務用出入り口を設けている。窓は固定窓に改造され、トイレ、洗面所は撤去された。冷暖房装置は従来通りである。カフェラウンジ社から撮影した映像を他社のビデオモニターに向けて放送することが可能となっている。また音楽ソフトなどを流す音声回線も含めてステレオ回線となっているため他の往復客車が モノラル6チャンネルなのに対し、ユーロライナーのみ、ステレオ3チャンネルとなっている。ユーロライナーの営業運転にあたり、電気機関車、ディーゼル機関車、各一両を、ユーロライナー専用機関車として塗り替えることとなり、稲沢機関区に所属していた、電気機関車 EF6466 と、ディーゼル機関車 DD51592 の二両が、高取工場で、 専用塗装に変更された。その後、分割ミニエーカ後に e f 六十五百五点一零六百十二の三両、d d 五十一七百九十一点一零三七、e f 六十四三十五が専用塗装に変更され、最終的には三形式八両がユーロライナー色に変更された。このうち最初に登場した d d 五十一五百九十二は、 国鉄分割民営化直前の1987年2月に廃車となり、わずか1年半ほどで専用機の任を解かれている。1985年8月24日に名古屋駅で出発式を行い営業運行を開始した。当初は団体臨時列車の他臨時特急、金星や臨時急行赤倉などにも使用された。 団体臨時列車、イベント列車のほか、カートレーンユーロ名古屋、シュプールユーロ赤倉、シガなどの一般臨時列車にも用いられた。なお、カートレーンユーロ名古屋では、個室車のみを使用するため、同時期に運転される、臨時特急、急行列車では展望車のみを、他の客車と連結して運用された。団体専用列車においてもフル編成7両のみならず、 他社種との根血や3から5両の単編成を組むなど、多様な団体ニーズに合わせて用いられた。特に有効長が短い飯田線での団体専用列車では、個室車をすべて外した3両編成で運用されたこともある。JR 東海以降後は、本編成並結用として、14系座席車のスハフ14、型1両、オハ14型4両、 スハフ1 5 k 1両が同様の塗装になり、座席交換の上シートピッチ拡大し、700番台に海板の上、ユーロピアと称された。ただし末期には電源エンジン故障が多発したため、ノーマルのスハフ14号を塗装変更のみで増結していた。また、カートレイニ用の自動車積載車として、マニー44型8両も同様の塗装に変更された。 臨時列車の縮小により運用が減少し、老朽化が進んだこともあり、2005年に廃車となった。これにより、JR 東海のジョイフルトレインは全廃となった。ありがとうございます。